何なんだよ今日の宿題、難しすぎるだろう。もう毎日毎日学校の宿題嫌になっちゃうよな。まったく。だいたい学校って何のために勉強してるんだ。給食の時間だけでいいじゃん。給食の時間だけで。まあそんなこと言っててもしょうがないもんな。さっさとやるか。やっと終わったぞ。もう夜も遅くなっちゃったし、ツイッターでも見て寝るか。なんか面白いネタないかな。なんだこれは。ファンの真実？なんだ。嘘だろ？ファンってこんな秘密があったのか？大変じゃん、大変じゃん。今まで全然知らなかったよ。大変じゃん。ちょっとハムスケ、学校遅れるわよ。ちょっともうどこで寝てるのよ。早く起きなさい。ほら。もう朝？もう朝なの？もうちゃんとベッドで寝ないから眠いのよ。まったく。とにかく早く着替えて朝ごはん食べて学校行きなさい。みんなおはよう。ハムスケおはよう。どうしたの？すっごく眠たそうじゃん。ちょっとね、昨日夜更かししちゃったんだ。夜更かし？ハムスケって授業中ずっと寝てるもんね。給食の時間以外ずっと寝てるもんね。だから夜寝れないんじゃない？むにゃむにゃ、そんなことないぞ。ちゃんと授業聞いてるんだからな。何言ってんのよ、寝てんじゃん。これで給食の時間まで起きないのよね。まったく。来た来た、お昼じゃん。給食の時間じゃん。何かな、今日の給食何かな。みんな今日の給食パンとポテトみたいよ。さあ取りに来て。パン？今日パンなの？やった、美味しそう。いただきます。あれハムスケ、どうしたんだ。お腹でも痛いのか。いつもだったら一番に給食食べるのに。みんなちょっと待て、俺の話を聞いてくれないか。話？俺の話？そうだ、みんなパンを食べちゃいけない。パンを食べるのをやめるんだ。どうしたんだよ急に。何言ってんだよ。そんなこと言ったって俺の分ハムスケにはやらないぞ。そうよそうよ、食いしん坊なのはわかるけど私の分まで食べないでよね。もう。おいおい、そうじゃないだろ。お前たちのパンをくれなんて一言も言ってないだろ。そうじゃないんだよ、俺は知ってしまったんだよ、パンの秘密を。え？パンの秘密？そうなんだ、アメリカのタヌキチ研究所の調査によると、パンは最も危険な食べ物だということが分かったんだ。危険？パンが？そうなんだ、調査の結果、犯罪を犯した人の 99% はパンを食べていたことが判明したんだ。しかも残忍な凶悪犯罪の 80% はパンを食べてから24時間以内に起こっていたんだ。ということはパンを食べたら犯罪者になるの？凶悪犯罪者になるの？それだけじゃないぞ、パンを食べて育った子供たちの半分はテストの点数が平均点以下になってしまったんだ。え？俺のテストが毎回平均点以下なのはパンを食べてるからなのか？まだまだそれだけじゃないぞ、調査結果によるとパンにはひどい中毒症状があるらしいんだ。
とある実験で人間にパンを一つだけ与えて放置してみたんだ。そしたら次の日からパンを異常に欲しがるようになってしまったんだ。その人は眠たくなって寝てしまうまでずっとパンくれパンくれって叫ぶ人間になってしまったらしいんだ。え、知らなかった。パンにそんな副作用があるなんて。そしてさらに部屋の中に100人集めて1人に1個ずつパンを配って1ヶ月間生活させたんだ。そしたら1人しか生き残らなかったんだ。そして最もひどかったのは赤ちゃんに与えた時だったんだ。赤ちゃんにパンを与えると喉に詰まらせてもがき苦しんだんだ。だからみんな今すぐやめるんだ。今すぐパンを食べるのをやめるんだ。え、知らなかった。パンがそんなに恐ろしい食べ物だったなんて知らなかった。ああ、今のハムスケの話やばいじゃん。やばすぎるじゃん。おお、みんな分かってくれたか。そうだろ、やばいだろ。ちょっと、もう何言ってるのよ。当たり前の話じゃん。え、当たり前。ちょっとちょっと、何言ってんだよブーケー。こんなひどい話が当たり前なわけないじゃん。ちゃんと話聞いてなかったんじゃないのかねえ。だって赤ちゃんにパンあげたら喉詰まらせるの当たり前だし、犯罪者だって毎日パン食べてて当たり前じゃん。パン食べたから犯罪するわけじゃないでしょ。え、あれ、どういうこと。え、うん、ブーケの言う通り普通の話に聞こえるけど、実はやっぱりやばい話じゃん。もうどこがやばい話なのよ。みんな気がついてよ。こんなのに騙されちゃダメじゃん。ははーん、ブーケは気がついてないんだな、このやばい話。え、何よ、やばい話なんか一つもなかったじゃん。え、何よ。実はこの話の中に一つだけ重大な事件が紛れ込んでいたんだ。部屋の中に100人集めて1人に1個ずつパンを配って1ヶ月間生活させたんだ。そしたら1人しか生き残らなかったんだ。つまり部屋の中でパンの奪い合いが始まって1人以外全員亡くなってしまったということなんだ。ああ、本当だ。99人の命が奪われたってことなのね。あー、うん、まあでもただの作り話だよね。ハムスケ、こんな話騙されちゃダメだぞ。え、何言ってんだよ。騙されるわけないじゃん。俺が騙されるわけないじゃん。え、やばいじゃん。お米ってやばいじゃん。犯罪者の 99% がお米食べてるんだって。